今週も始まりました亀岡下美のカメカメトーク。この番組は政治の素朴な疑問などについて衆議院議員の亀岡下美さんにお話を伺っていく番組です。この放送は6月13日に収録いたしました。亀岡さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは衆議院決算行政監視委員会、こちらについて伺っていきたいなと思いますが、はい、性犯罪防止のための対策強化、元ジャニーズ事務所の頭が、当時社長だったジャニー喜多川氏から性的行為を受けたと公表した問題を受けたものですよね。そうですね、これ前からですね、本当はもうだいぶ前からこんな噂話があって、で本来であればそういうことが話が出た時点ですぐは、ね、取り込まなきゃいけなかった問題なんだと思うんですね。ただあまりにも芸能界が特別扱いされてて誰も手がつけられなかったっていうところに大きな問題があったような気がしますね。でこれ完全な犯罪ですから、権力を重ねて何でもやっていいってことはないわけですから、なぜその時点ですぐにそれが調査できなかったのかっていうのが、これ今後に大きな、ね、反省材料として生かさなきゃいけませんよね。これやっぱり被害者側も相談しやすい環境というところになかったというふうに考えていいんでしょうかね。いや、仕事が欲しいからみんな黙ったっていうこともあるんでしょうね。ですから、金か仕事か、その権力でその多分抑え込んでたんでしょうね。で弱い立場の人たちはやっぱり仕事もらえなかったら大変だという思いがあるから、どうしてもその黙らざるを得なかったと。だこんなことがあってはいけないこと、現代社会においてそういうことが起こってしまっていたということ自体、芸能界のね、一つの大きな問題点の一つになっていたかもしれませんね。この対策が強化されていくということになるわけですね。これはね、これからしっかり生かさなきゃいけないことであって、芸能界って昔からそういうところがあって、仕事を与える人の権力が膨大になってしまって、その人に逆らったら仕事がもらえなくなるなんて恐怖心から、言うことを聞いてしまうということがあったとしたら、なぜそれをもっと早くこれ解決できるのか応援しなかったかということだと思うんですね。完全にテレビに出たりとか、有名になりとかっていう、そのね、向上心大事じゃないですけど、そういうところをね、ちょっと多分見越して、そういう気持ちの強い人に対して、圧力をかけるばかりなんだと思うんですね。本来はやってはいけないことで、それを認めてはいけなかったのに、そのやっぱり弱さが出てしまった人たちがたくさんいたってことも間違いないんじゃないですかね。今後はその整備をしっかりとしてほしいですね。そうなんです。だからまずはね、大事なこと、そういうことを起きないようにすることと、起こしてはいけないような、そのちゃんと教育をしなきゃいけないっていうことと、それを受けた時にちゃんと交換できるような人間関係を作っておかなきゃいけないっていうこと、これ全て日本人にこれから求められていきますよね。まさにその通りですね。その環境というのはどういったところでも大切になってくるわけですよね。そしてもう一つ、こちらの方でこの衆議院決算行政監視委員会の中で、マイナカード、マイナ保険証に別人の情報が紐付けられるというミスとかトラブル、これ後を絶たないようなんですが、現在の保険証は廃止せずに存続を求めることが野党であったわけなんですが、総理はこのマイナ保険証の一体化のメリット、この着実に実現するためにも来年秋に廃止に向けてということなんですが、これ亀岡さんどうですか。これ難しいところですね。私はね、あまりにもデジタル化を急ぎすぎてるって前から言ってるんですけども、ただ急がないと切り替えられないっていうのもあるんでしょうけども、ただ時代の流れに沿ってやっていくならまだしも、とにかく慌ててやらなきゃいけないことではないと思うんですよね。慌てる理由がどこにあるんだって私はこれ非常に困ってるんだけど、私自身としては地方も含めてね、これから社会の中で、徐々にしっかりとそういう対策を努めていくんならいいんですけども、一気に変えてしまうところは効率はいいんですよ。だけど効率がよくいいかためにやってるわけじゃないんですよね。やっぱり我々一人一人全員の国民の幸せのためにやるわけですから、だから役所がね、そのやりやすいとか経費がかからないとかっていう問題ではなくて、本当に国民が受け入れやすい環境を作ることが大事だと思ってるんですけども、そこはちょっと総理にもう一回考え直してほしいなと思うんですね。もう保険証の廃止というのはもうちょっと待ってほしいなという気もするんですよね。だって別に今これでうまくいってるわけですから、慌ててこれを何かすぐにね、マイナカードにその義務で紐付けることが必要かって言われたら、多くの人が口座も一緒にしたくないし、ただその給付金をもらえるから早くしてくださいっていう、その役所の都合でしかありえないわけですよ。だからその役所の都合であまりにも先に進めすぎてるっていうことを考えると、なんか根本的に少し考え方が違うんじゃないかなって思わざるを得ないところが最近あるんですね。一体化のメリットをこれ着実に実現するためにとコメントしているようなんですが、
どうなんだろうなと感じてしまいますね。国民のみんながそういう気持ちで早くやってくださいって言うんだったら分かるんですよ。そうなんですね、はい。そうじゃないのはちょっと大きな問題点だと思うんですね。もうちょっとこの内容について議論してほしいなと思いますね。いや、私はだから岸田総理をね作ったあのね一生懸命総理に従わせた仲間の一人ですけども、ただあまりにもその今ね私総裁特別総裁なんだけども、あまりにも忙しすぎて僕らがこういうものを言いに行ける環境じゃないんですよね。次から次へと問題を持ってしまって、で今本当に総裁忙しいなと思って僕らも言いにくいところがあるんですけど、でもどっかでこれ言わなきゃいけないかなと思ってるので、まあ言えばその苦言を呈することになるので、どういう結果になるかわからないんですけども、でも言わなきゃならないことはどんどん言っていこうと思ってるんですね。まあ、私たちの代表として国とこうつないでいてくださる国会議員の方、ぜひそこはですね、まあ、もう一回見直しをしてほしいなと思いますね。そうですね、だからもう役所とか国の都合ではなくて、うん、国民一人一人の幸せのために何が一番大事かっていうことの方が優先順位に来なきゃいけないんですし、そのために何をすべきかっていうところに行かなきゃいけないと思うんですよね。でいつで経費節約とかあのみんなに公平に平等に配るためにはこういうことが必要なんだとしても、ですよね、今のすぐに急にやる必要があるかないかですよね。そうなんですね、ここは早急にやる、議案と、あとはもうちょっと時間を置いてもう少し話し合いが必要じゃないかっていうところ、これはね、両方考えた場合に早急にやることではないような気がするので、ここはあの上川さんよろしくお願いしたいと思います。そうなんです、これ話し合うよりも一般の現状をしっかり見極めることですよね。そうですね、これ議論の余地があるかないかっていう問題ではなくて、国民が望んでるか望んでないかの問題ですから。まさにその通りですね、国民が望んでいるかどうか、はい、国民が望んでいることをやってもらいたいんですが、国民がそう望んでいないのであれば、そこはやっぱりもうちょっと時間をかけてほしいなと思いますね。そうなんです、いずれはその方が正しいとかね、うん、有効性が高いというのは分かるとしても、今すぐかって言われたら、はい、皆さんそれで今の段階で十分これが成り立っているわけですから、何か問題があるわけではないんですね。そうですね、大きな問題があるんだったら別にもそうじゃないときにこれに切り替えますよ、早くしなさいなんていうのは、うん、追っ立てられてるのやり方は良くないですよね。本当にそう思います。まあ、そして時間も残り少なくなってきました。最後にですね、東北市長会の要望がありました、はい、これですね、福島市長がですね会長さんなもんですから。そうなんですね、はい、で東北の、ね、インフラ整備含めて災害対策も含めて、いろいろ要望があったんで、やれることは全部やりましょうということで、各省庁を回りながら、うん、何かあった時にはすぐ対応できる環境を作りましょうということでやってきたんですね。でこれ大事なことでやって、東北の皆さんいろいろ要望があったんですが、結構それぞれがこの異常気象の中で災害に強い街づくりをしたいっていうのは一番の目的だったんですね。災害の強い街にするために、何を国に要望することが多かったんですか。やっぱりあのスクラップアンドビルド、古い老朽化した施設がね、その水害でのしょっちゅう災害になっているところもこれ、しっかりですね、対策対応ですね、そのための予算付けがしてほしいというのが一番大きかったんですね。やっぱりこの自然災害というのが非常に多くなってきていますので、そういったこう老朽化した建物、あとは河川など、そういった整備というのがやっぱり一番の国への要望になってくるんですね。そうなんです、やっぱり老朽化した橋とかね、うん、骨はしっかりしないと、何かあった時にその普段生活している中でまた危険が及ぶということになってしまうので、はい、そこはねより安全性の高いものにしていかなきゃならない、そのために予算付けをしてほしいっていうのは、うん、しっかりとこれ理解できますのでやっていこうということで、これは一致しました。やっぱり安全安心に生活できる街づくりというのはこれ大事ですからね。そうなんです。さあ亀岡さん、まだまだね今週伺いたいところがいっぱいあるんですが、今週も時間になってしまいましたので、で今週ね、市長が総理の方にさくらんぼを持って行って、福島でもさくらんぼ美味しいんですよっていうアピールすると思いますので、あ、そうですか。ニュースを見てもらいたいと思います。あ、小畑市長が総理のところに、訪問されるわけですね。はい、分かりました。なんかね、福島にもさくらんぼがあるということよく知られてないということらしいので。本当ですか。だからさくらんぼの面が福島なんだということをアピールしたいということで、はい、総理に話したら喜んで引き受けてくれたので、ありがとうございます、はい、そういうつながりもね作ってくださったんですね、ありがとうございます。じゃあ楽しみにしています。亀岡久美さんでした、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時間は衆議院議員の亀岡久美さんにお話を伺いました。亀岡久美のカメカメトーク、この番組は総合開発研究所の提供でお送りしました。